浜通り交通株式会社は福島県双葉郡奈良葉町にある貸切バス事業者。原発事故の影響で岩き市に本社と営業所を構えている。本社所在地は奈良葉町だが同町は東日本大震災による福島第一原子力発電所事故のため警戒区域に指定され本社での事業ができなくなった。一時は県外で仕事をすることを考えていたとき、 東京電力から原発作業員の送迎バスの要請が入った。事務所は岩き市に移転したが、所有する約20台の大型バスの置き場がなく、バスは奈良波町の隣の高野町に置いていた。中小企業基盤整備機構により、岩き市四つ倉町の四つ倉中核工業団地に企業向けの仮設施設が建設され、2011年11月より入居が開始された。 浜通り交通は同月に入居し南部営業所を開設。バスを同工業団地内に置くことで、いわき市に事業が集約できた。震災や原発事故で貸切観光バスとしての仕事は激減。2012年時点では仕事の9割が原発作業員の送迎。一時的に福島第一原発の送迎もしていたが、2012年1月現在、 福島第二原発の送迎バスを運行している。浜通り交通が運行を受託する常磐線大行バス JR 常磐線の普通区間である富岡駅原の町駅の大行バス輸送も受託している。国産革命カーの車両を取り揃える。浜にちなんで釣りバカ西市の浜ちゃんの顔イラストを青色カラー車やチームバスに貼り付けている。岩木 FC チームバス 福島ホープスチームバスも運用している。原発関連輸送は大型車が多いが、観光貸切お及び総裁送迎用には、中型バス、小型バスも保有している。カラーリングは大きく分けて2種類あり、青色カラーの車両が観光貸切お及び総裁送迎用で、白色カラーの車両は原発収束作業の作業員輸送に使用される。当初は白色カラーのみで、 車内で区別して運用していた。しかし顧客からの疑問を受けたことから、以後は原発輸送員以外は青色カラーを導入し、同カラー車は原発敷地内には乗り入れない。青色カラーの車両を白色カラーに塗り替えて転用することもあるが、顧客感情も考慮しその逆はない。かつて常磐仙台港バスの運行を開始した頃から、 しばらくは JR バス関東から移籍した車両を車名を塗り替えた以外は JR 時代の都職のままで運行していた。現在は同社カラーのバスで運行されている。一時期ボルボアステローペオベースには、とバスが導入した、パノラマビューはトまるくんの払い下げを受け、は、ままるくんとして、当初は青色カラーの観光貸し切り用途に、後に白色カラーへ変更して使用していた。 ありがとうございます。